そんな、楓が。ごめんなさい。私、何もできなくて。なんで謝るのさ。とんずらこいた、レナの方が問題だよ。でも、怖くなるのもわかりますよ。絶好ルールの噂が、本当になっちゃったんですから。絶好ルールが本当になった？偶然、そういう使い魔が相手だっただけだよ。現実と妄想を混同しちゃいけない。はい。でも、何か理由があるんだと思います。レナちゃんがどこか行ったのって。避けていたのも、楓ちゃんを心配してのことだったし。そうだろうな。昔から不器用で素直じゃないからさ。
ちょっと桃子、あんたどこに。大丈夫大丈夫、根拠はないけど大丈夫。うん、決めた。
着いたけど、ここで何をどうすればいいんだ？ちょっとせかさないで。今、心の準備をしてるんだから。心の準備？少し気持ちを落ち着かせたいの。ねえ、桃子。ん？何があっても、レナと楓のこと、守ってよね。当たり前だろ。これまでも、これからも、守る気満々だよ。どうだ？心の準備はできたか？うん、もう大丈夫。それで、どうするつもりなの、レナちゃん。謝る。謝る？信用してるからね、桃子。はぁ、はぁ、楓！絶交するなんて言ってごめん！レナも、楓と桃子と三人のチームに戻りたい！だから、謝らせて！急に謝るだなんて、レナのやつ何考えてるんだ？多分なんですけど、同じ状況を作ろうとしてるんです。楓ちゃんが使い魔にさらわれた時と、レナちゃんが謝れば、また結界が現れるから。レナ、ちゃんと気づいてたから！怒ってるの分かってたから！本当、無理やりコンビニに使い走りさせてごめん！レナが好きなフルーツタルトがなくて、怒ってごめん！気を使って、レナの好きなスイーツ、買ってきてくれ。ペットの餌代だったのに、本当にごめんなさい！あと、そのペットのこと、キモいって言ってごめん！でも、爬虫類とか苦手だから、今もキモいと思っててごめん！本当、全部謝るから、出てきなさいよ！私、ここまでされたらへこんじゃうかも。普通、そうだよね。早く出てきなさいよ、楓！あんた、レナの下僕でしょ！おい！命令になってる。だから、出てきなさいよ！レナちゃん。楓の家に行くたびに、こっそり家庭菜園の果物食べてたのも、やっぱり、爬虫類も虫もキモいって思ってたの謝るから、全部、後悔してるから！ダメなの。あっ、なんだこの結界。これ、あの時と同じ結界です。ってことは